AD とナズリードのフィットはいいと思いますが、重量級センターについていくことできますか？どうやって取るかは出てませんが。あー、ナズが行く可能性ね。あー、でも悪くないかもしれないですね。うん。まあ、その代わり AD が5番やれないという感じはするが、ナズか。重量級センターについつくことできます。だから、まあ、良き位置とか守れるかってこと？ナズリードはポストのディフェンスあんま上手くないイメージあるから、AD が頑張る必要あるんじゃない？だ、まあ、ナゲツ対策を考えると、ちょっとナズリードじゃ物足りない気がするな。まあでも身長あって外から攻めれてドライブできてで4番の選手なんてまあなかなかいないから、確かにナズリードでもう我慢するしかないかもしれないです。アディアスさん、スパチャありがとうございます。 AD を4番で使う前提で AD の横に送り理想的な選手は誰でしょうかね。だからそれだったら多分ブルースブラウンなんだよ。あ、ブルースブラウンなわけねえだろ、バカ野郎。ブルックロペスなんや。危な、俺は今ブルースブラウンを5番で起用しようとしてたわ。やっぱブルックロペスが1番の有力候補なんじゃない。で、まあ、欲を書いてマイルズ・ターナーなんだろうけど、まあ、マイルズ・ターナー取るのに誰を犠牲にするんだって話だしな。まあ、リーブス、八村は犠牲になるだろうね。それでもいいんであればっていう気はするけど。ハーデンさん、メンバー4ヶ月ありがとうございます。毎年プレイオフ見てると、我がロケッツがこの舞台に戻れるには何年かかるのかと絶望する。ましてや、ファイナルなんて、てんてんてん。まあ、でも、ハーデンが本当に来てくれるかどうかよな、本当。でも、あとは、あれじゃない？サイラスがさ、まあ、ヘッドコーチからね、変わったわけだから、まあ、これは一個進歩なんじゃない？なんかさ、今、マイク・マローンがさ、こう、なんだかんだ、プレイオフで負け続けたじゃん。まあ、いいとこまで行って、負けて、みたいな。でも、それでもナゲッツはマイク・マローンを、解雇するっていう選択をしなかったわけじゃん。だから、それを、こう、モデルにして、なんかやっぱヘッドコーチは長年、同じメンバーでいた方がいいよね、みたいな。同じヘッドコーチをずっと使った方がいいよね、みたいな。そういう考えのチームも、なんか出てくると思うんだよね、今後。でもそれをロケッツに置き換えるとさ、サイラスに長期契約結ぶみたいな感じになるわけじゃん。だからそう、サイラスに対して長期契約を結ばなかったのは、とてもいいことなんじゃない？あ、オダウスさん、スパチャありがとうございます。お疲れっす。ハレさん的にはワールドカップはアメリカどこまで行けると思いますか？前回は9位でした。あ、前9位だったんだ。エドワーズ、ハリバートン、ボビー・ポーティス、リーブスなどが今のところ参戦表明しています。まあなんか NBA でもさ、あれだよね。こう、外国籍、アメリカからすると他の外国籍の選手がむしろ MVP 取りまくったりさ、ヤニスもそうだし、ヨキッチもそうだし、まあドンチッチも取れるかもしれんし、なんかもうアメリカ勢いじゃ全くなくなってるよね。もうここ 10年ぐらい。だからなんか優勝できる気はあんまりしないんだけど、でもなんかそろそろアメリカも学びそうな気するんだよな。なんか個の力、を無理やり集結させても勝てるもんも勝てねえっていう、結局何事もバランスだっていう、その学びをそろそろ得てほしいなっていう気持ちもあるんだけど、ね、っていう意味で4位と予想しておきます。全然適当だけどベスト4。アメリカ、エドワーズ、ハリ、あ、ね、エドワーズなんか出るっぽいね。ハリーバートン、ボビーポ、ボビーポーティスでリーブス弱くね？アメリカ代表でそのレベルだっけな。あ、みんな出たがらないってこと？そもそも。なんで昔ってあんなにスター選手勢揃いだったんだ？コービーとかレブロンとかカーメル・アンソニーとか。みんなあれ仲良かったから一緒に出ようぜ、みたいな。レブロンが誘ってたんか。もともとワールドカップはそうでもなかったのでは違う。あ、そうなの？オリンピックは出たがるけどワールドカップはこんなの。あー、なるほどね。オリンピックの方がアメリカでは重要視されてるの。